ちょっと旦那様 よ、プライベートよ。こんな可愛い小娘ちゃんとイチャイチャしやがって、はい、最近私たちちょっと物理的にたるんでると思うんですよ。運動しましょう。運動、筋トレ、イエーイ。はい、着替えて。やりましょう。今からやりましょう。突然じゃないの。だって暇そうにしてたじゃん。まあ暇というかね。何？この、まあそうだね。暇なんじゃん。暇だったかもしれない。はい、着替えてきてください。ですね、私たち夫婦以前に、まあ大輔さんは太りすぎでダイエットで、私は痩せすぎで、まあデブ活、デブエットをして、まあ肉体改造をね、結構本気でやったわけなんですよ。見事二人とも、リバウンドしまして、大輔さんもだいぶぽっちゃりしてきたし、私はなぜか家でぐーたらしていたら痩せました。ということで今日は久しぶりにちょっと二人でがっつり筋トレをしていきたいと思います。ねえお兄さん。ん？お腹がさ。誰のことかな？ぽよんぽよんじゃないですか。ね、顔も丸くなったね。そうなんだよ。ここら辺の肉がやばいんだよ。かくゆうちゃんまりも相当痩せたじゃないの、また。前よりちょっと痩せてる。でしょうよ。なんであんなにデブ活頑張ってたのに。基本的に太るのには筋肉が必要なんだよね。そう。筋肉つけないと、筋肉の方が脂肪より重いから、うん、それで体重を増やしていかないといけないから、そう、痩せたい人も筋トレしなきゃいけないし、うん、太りたい人も筋トレをしなきゃいけないんだよね。そう、結局筋肉が全てなのよ。そういうことだ。頑張っていこう。あー、硬くなってる。硬くなっちゃった？硬くなってる。あんなに柔らかくなってたのに。やばい、これは。なんかさ、うん、ストレッチとかのこういう痛みってさ、うん、笑えてこん？笑えてこんか。もう笑うしかないみたいになってくる。で、でもうちょっと頑張ってるの。あー、これ気持ちいい。もうこれだけやって終わりにしたい。僕が覗いてるよ。さっき俺のところのも覗いてた。目があった。やめろ、やめるんだ。何からやりましょうか。まあやっぱり腕立て伏せだよね。腕立て伏せ。はい、やりましょう。よいしょ。さて大輔さん、はいよ。何回やる腕立て？うん、まあ最低50かな。おお、よし、よし、じゃあ行くよ。はい。ちなみにあの1ヶ月終わった段階では、80回ぐらいやっても息上がらなかった。あ、すごいね。うん、そこまで行ったけど、今はどうでしょう。どうぞ。お、いいペース。おお。どうですか？ちょっと言葉はしか言えない。お尻上がってるよ、お尻。50。おお。はい、行きます。構え、あ、きつい。もうちょっと犬、犬。おい、よく1 1 4 5。あ、きつい。はい、頑張ろう。あー、8。もうちょっと高く頑張れ、頑張れ、頑張れ。行け、上がれ。なんで沈むんだよ。ねえ、よし、続いては腹筋。腹筋はね、俺どんなだったかな。1月の段階で50回ぐらいはさらっと起きた。だけど今はまあ多分できないから、まあ30回ぐらいかな、目標はとりあえず。1 2 1。よく応援してるよ。うん、パパが寄ってくるね。うん、48。はい、もうちょっと。はい、49。ラスト。はい、50。あの地獄。お疲れ様です。18回までいこうか。18ね、目標18。よし、はい、いくよ。1、はい、よ、2、はい、11、頑張れ、ほら、可愛い娘が待ってるよ。11、ほら、ほら、そんな感じで。11、いいよ、いいよ。はい、17、おっしゃ、あと1回。はい、頑張れ、連続で、18。はい、やったね、はい、ロクちゃん、祝福にいておいで。
どうしたんだどうしたんだどうしたんだ起きるんだ筋トレやめよ筋トレやめよあなたが言い出したダメよ辛いの人間がやることじゃないこれやっちゃいけない次はねバーピースクワットにしようかはい続きましては続きましてはねバーピージャンプってやつ私それすべてもともとやってないぞでしょう、うん、俺がやってたやつだからだからなんであなたのヨガマット敷くの腕立てしてから飛ぶはいまた降りるぞ何高い通りとかこれ、これね、あんたさんの俺鍛えてた時は、うん、40回ぐらいやってたかなあーすごい40回でもこれマジできついよりさ、うん、下手したら吐くから20回でいくわおーおーおーこれ20回で、ジャンマーは11回にしようか11回ありそうよし1うっす2うっすあ、もう終わらなかった10 19 20 燃え尽きて見てるだけできついわもうよーい、さあ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 待って。あと何やるっけ？あとはエアロバイクダッシュを1分間1分猛ダッシュじゃじゃーんこちらのエアロバイクは Amazon で買えるのでリンク貼っときますこのね仕事しながらずっと運動し続けられるっていうのが良くて本当に愛用してるんだよね大輔さんは、1分間で、消費カロリー15が目標結構本気でこがると無理よ頑張りましょういいか、俺の苦しむ顔をとくと見るんだぞよーい、スタートおーうわ、これきつそう待って、これやんの28秒、29秒、30秒今うわ、今30秒きつそうやばいやばいやばいいいよいいよやばい待って、これ絶対いかねえお疲れ様です。今までの競技でどれが一番きつかったですか？これダントツ即答。でもさ、こんなにやって10キロカロリーなんだね。そうなんだよ。だからチョコレートがさ、いかに極悪か分かるよね。でも我慢できないんでしょう。できたらこんな腹になってねえよ。私知ってるんだよ、昨日こっそりプリン買ってきたこと。行きますよ。はい、用意ですか？それではよーし、スタート！いや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 、もっともっと何で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 何お疲れさんでした。あ、俺も応援で参決や。お疲れ様です。お、クリア6点だな。イエーイ、お疲れ。ということで、ちゃんまりさんから誘ってくれた運動会、すごい疲れた。ちょっと後悔してるでしょ。毎日ちゃんと続けなあかんな。そうですよ、そういうことや。うん、こういう自粛期間だからこそね、うん、体をボディメイクするいいチャンスということで。そうだわ、うん、このヨガマットとか今日俺たち使ってた、なんだっけこれ、エアロバイク、うんうん、これも全部 URL 貼ってきます、うん、これこのエアロバイク
服なんかさ、リモートワーク中の方にはいいと思うよ。ね、本当よ。パソコン作業しながら足だけ動かせるから、何もあんな1分何キロカロリーとかやらなければ。そう。うん、結構普段はよく使ってるから、そうそう、1時間ぐらい乗ってたらね、結構あの消費カロリー300ぐらいいくから、うん、うん、いいと思います。いいと思います。はい、ということで以上、以上です。アイス食べようか。あ、いいね、アイス食べよう。